はい、インド専門のサトルです。今日は、私が欲しいものを紹介するということで、そういうコーナーで話していきますけれども、今日ご紹介する商品はですね、東池袋52の CD、 こちらを手に入れたいなというふうに思っているんですね。で、まあそういう話をしていきたいと思います。でですね、まあ東池袋52ってなんだっていうね、知らない人もいるかと思うんですけども、まあアイドルですね、アイドルグループというふうに思ってください。で、まあ、ちょっとまた後ほどお話ししますけれどもですね、まあ、あなたはそもそもどうでしょうかね。このブログを読んでくれたり YouTube を聞いてくださっているあなたは、アイドルってあんまりまあ興味がない人がぶっちゃけ多いのかなという気がしますね。まあ、どちらかというとビジネスに興味があるとか、なんかこう、まあ、そっち系ですよね。そっち系に興味があるっていう、そっち系ってよくわかんないですけど、ビジネスとかね、そういう系に興味がある人が多いかなと思いますけれども、まあ男性であればね、アイドルが嫌いっていう人も逆にいないのかなというふうに思いますね。で、まあ私はどうかという話をちょっとするんですけどもね、そんなにアイドル、女性アイドルが好きでファンでっていうのはあんまり経験がちょっと少ないんですね。で、どちらかというと私の場合はですね、やっぱ歌手っていうかアーティストって呼ばれるような人たちですよね。そういう人が結構好きになることが多いですね。で、例えばということで、お二人挙げるとするとですね、ガーネット・クロウってもう解散してしまったバンドなんですけども、ガーネット・クロウのボーカルの中村ゆりさんという人で、もう一人がですね、一度解散して再結成したバンドですけれども、Do As Infinity っていうバンドがあって、そのボーカルのバン・トミコさんっていうね、女性。この二人がですね、好きなんですね。まず歌が好きだからっていうところから当然入るんですけれども、歌が好きで、なおかつやっぱりお二人ともね、美しいんですね。本当に綺麗ですね。ということなので、なんかこうあれですね、いわゆるアイドルにこう熱中するっていう感情よりかもですね、私の場合はもうこの2人については本当にもうリスペクトですね。本当に尊敬をしているという感じです。で、まあアイドルにじゃあ興味がないのかっていうとですね、アイドルを好きになったこともあるんですね。ただしですね、それはもう相当もう大昔というか、もうあれですからね、昭和ぐらいの勢いですからね。それぐらいの勢いですよ。で、ちょっとブログの方にも書いたんですけども、新田恵里さんって知ってますかね。知らねえよっていう人が多いかもしれませんけどね、新田恵里さんと河合園子さんってね、知らねえよっていうね、誰だよっていう、まあ、知ってますかね、おにゃんこクラブですね、この二人はね。で、もう一人が小沢夏樹さんっていうね、まあこれは知らない人多いと思いますけどね、まあこの3人が結構熱狂的に好きになった3人ですね。いやー、懐かしいということで、まあおにゃんこクラブについては私が小学校もう2年生から3年生にかけての時の女子高生とか20歳ぐらいの女性なわけですよね。本当にもうこう、なんていうかね、やっぱり年上ですからね、もう圧倒的に年上でもあり、綺麗なお姉さんでもありっていうことで、もうなんていうか、もう神みたいな存在ですよね。で、小沢夏樹さんもそうですよね。小沢夏樹って誰だよっていうふうにあなたは思ったかもしれませんけれども、まあアイドルなんですよね。本当に綺麗な人でしたと。でしたって、まあ過去形で言ったら失礼かもしれませんけど、まあ本当にですね、いやー、恋煩いっていう言葉がありますけど、煩いましたね、この小沢夏樹さんについてはですね。でですね、まあ小沢夏樹さん、ちょっと例に挙げてちょっと大変ちょっとかわいそうなんですけれども、まあ何が起きたかというとですね、まあ、当時やっていた日曜朝の子供向け番組っていうのがね、そういうのがあったんですけれども、彼女が主役の番組があってですね、中華なパイパイっていう番組なんですけれども、まあ、その主役だったんですね。で、こうそれをきっかけに知ってですね、もう本当に好きになったんですけれども、ある時パッと芸能界から消えてしまったんですね。パッと消えてしまって、まあ、実はちょっと
駆け落ちみたいなことをしてたそうなんですけどもね。で、まあさっとこう芸能界から消えたわけですよね。でまあ私もまあ中学生になり高校生になり、もうちょっと小沢夏樹さんの存在を忘れていくじゃないですか、だんだん日々のね、忙しいですから中学生高校生って。で高校生ぐらいの時にポンとまた登場してですね、その時あの AV 女優として再登場したというね、そういうまあ非常に苦い思い出があるんですけどもね、まあ、そういうことがあるとですね、やっぱりこうアイドルっていうのはちょっと悲しいなっていう気持ちにまあなってしまうわけですよね。なのであのどちらかというとこうやっぱり歌唱力があるだとか、なんかこう、ね、演技力があるだとか、そういう人をまあ末永く応援していきたいなっていう気分に私はまあなってしまったわけなんですね。でまあアイドルからだんだん離れていったと、まあそういう歴史があります。でですね、まあちょっとここまでの話はまあ前置きなんですけれども、じゃあ東池袋52っていうこれ、まあ、アイドルですね、アイドルグループで、私は今このアイドルグループに結構関心があるんですけども、一体何なんだっていう話ですよね。まずそもそもで東池袋52というのはですね、これちょっとウィキペディアを読みますけれども、日本の女性アイドルグループであると。東池袋52は日本の女性アイドルグループである。クレディセゾン及び関係会社の女性社員により2017年に結成された。グループ名の東池袋52はクレディセゾンの本社がサンシャイン60の52階にあることに由来すると、まあ、そういう話なんですよ。会社員なんですね。クレディセゾンってあなたもご存知かもしれませんけど、セゾンカードっていうカードありますよね。あとあの UC カードっていうふうに表示されてるカードも、まあ、セゾンカードであったりするんですけどね、セゾンクレディセゾンが発行しているカードではあるんですけども、まあそういうことなんですよね。でですね、なんだそれはって話ですよね。なんでクレディセゾンというクレジットカード会社が自分たちの社員を集めてアイドルグループを作ったのかっていう話なんですけれども、これはですね、あの欅坂ってありますよね、欅坂46っていうんでしょうかね、このアイドルグループが、二人セゾンという曲を作ったんですよ。二人セゾンっていう曲があるんですけどね、あんまりそれ以外知らないんですけど。でですね、このセゾンっていう言葉にやっぱ敏感なんですよね、セゾンの社員の人っていうのは。で、クレディセゾンの広報部長さんですね、そういう対外広報戦略を練る部長さんが、あ、この曲いいなと、二人セゾンってなんかもうね、クレディセゾン社を応援してくれてる歌のようだなっていうことで、もうこの歌を好きになってですね、欅坂にこうアプローチしたんですね。うちの会社の、CM に使っていいですかっていうね、こうタイアップしませんかっていうことで、話をしたところですね、まあ、大変残念なことにもう別のカード会社との CM 契約がすでにあったんですね。で、芸能界の、まあ、ルールとしてですね、芸能人って CM やりますよね。 CM やるときに一つの業界に一社としか契約しないっていう、まあそういうルールがあるそうなんですよ。暗黙のルールというかね、まあ当然だと思いますよね。その争ってる会社同士の CM に2つ出たらなんか変な感じになりますからね。で、まあこれ似たようなルールで、裏番組に出演しないっていうのありますよね。同時に放送されているテレビ局で、例えば日テレで放送されている時にその裏番組に例えばフジテレビで、出たりしちゃいけませんよと、こう重なっちゃいけませんよっていうね、時間的にっていうルールが、まあ、ありますよね。似たようなものですね。まあそんなことでですね、欅坂にちょっとアプローチしたけどもダメだったっていうことになって、じゃあその部長さんはですね、じゃあ自分たちでアイドルグループを作ればいいというふうに思ったそうなんですよね。なかなかエネルギッシュですよね。クレディセゾンっていう会社はですね、私ちょっとあんまり言えないんですけど、理由があって結構詳しいんですよね。クレディセゾンとか、まあ、その関連会社にちょっと詳しいんですけど、非常にですね、まあ、先進的というかクリエイティブというかエネルギッシュというかですね、まあ、とにかく単に仕事をしているだけじゃなくて、こう文化を生み出していこうっていうようなですね、そういう気概のある会社、まあ、そういうグループなんですよね、セゾングループというのは。ですからまあアイドルグループぐらい作ってやれっていう感じで、まあ作ってしまったということですね。
でですね、じゃあまあ作ったはいいけど、じゃあ本当にね、会社員がアイドルなんかやってできるのっていうふうにね、あなた思うかもしれませんけどね、これができてるんですよね、すごいことにね。乃木坂とかね、ちょっとあんまり詳しくちょっと忘れちゃいましたけど、そういう AKB グループのですね、振り付けをやってる人とか、曲を書いてる人とかですね、そういうもう本当にプロの人をですね、こう呼び寄せてですね、これもう完全にお金の力だと思うんですけども、来てもらって、プロの人にですね、もう振り付けを教える人もプロ、作詞も作曲もプロっていうね、そういうところでも特訓をしてですね、彼女たちはですね、もう本当にもう一般人とは思えないパフォーマンスをですね、見せてくれています。で、プレディセゾンのセゾンっていうのは、まあ、あなたも知ってるかもしれませんけども、季節っていう意味ですよね。フランス語でセゾンっていうのは、まあ、英語で言うシーズンなわけですよ。だから季節っていう意味で、まさにですね、彼女たちは季節に1つ今曲を出しているという、そういうペースでやっていまして、すでに4曲出しているんですね。で、私が、お気に入りなのはですね、まあ、最新曲である冬の歌ですね、雪セゾンっていう歌があってですね、本当にいい曲だなっていうふうに思います。で、特にダンス、最後のラストのところのですね、ダンスが良くてですね、センターで踊っている方が、藤本環奈さんっていう方で、クレディセゾンの九州支社ですかね、九州のところで働いている方なんですけども、まあ、この PV を撮るためにですね、髪も切りですね、髪を切っているところをこう CM にするみたいなね、でこう私は新しい自分になっていくみたいな、そんな感じの CM もあってですね、非常に魅力的な PV になってますので、ぜひ見ていただきたいなと思いますね。で、じゃあ、確かに歌うまいから、CD 買ってあげようかななんてあなた思うかもしれませんけどね、残念ながら CD は売っていないんですね。ここが AKB と違うところで、じゃあどうやったら手に入るのかというとですね、それはセゾンカード、UC カードのポイントと交換できるということなんですね。まあ、彼女たちはですね、アイドル活動をやってるのはあくまで会社のためにやっていますんで、彼女たちのですね、自己実現のためにやってあげてるわけじゃないんですよね。これ会社の、まあ、売り上げを伸ばすというのが、まあ、究極的な目標ですのでね、利益を増やしていくということですので、まあそういう話ですと。まあ良ければですね、あなたも、セゾンカード、UC カードですね、入ってポイントを貯めてもらえば、聞くことができますので、 CD をですね、 CD とかグッズを手に入れることができますので、興味があればぜひ試してみてください。ということで、今日は、東池袋52をご紹介しました。ありがとうございました。